夕日が丘の総理大臣といえば、1970年代に大ヒットした学園ドラマで夕日が丘学園に赴任した総理と呼ばれる中村雅俊さん扮する型破りな教師が主人公の学園ドラマで、神田正輝さん、由美かおるさん、キキキリンさん、宍戸錠さん、篠ひろ子さん、小松政夫さんほか豪華なキャストで大人気でした。ちなみに高校生役だった役者さんたち、どうされているのでしょうか。中でもクラス一番の秀才で美人 JK だった岡田公子役の斉藤智子さん、気になるので調べてみました。夕日が丘の総理大臣では、生徒役では藤谷美和子さんや、ダウンタウンの浜ちゃんの奥さんの小川夏美さん、井上純一さんや草川優馬さんが出ていましたね。中でも優等生の美人女子学生役でブレイクしたのが斉藤智子さん。清楚なルックスでとってもハマり役でした。そんな斉藤智子さんですが、調べてみると驚きの生い立ちだったことが判明。ドラマでは優等生役だった斉藤さんですが、実生活では東京都立代々木高等学校を中退されています。しかしお父様は医者だったこともあり、頭は良かったのではないかと思います。仕事が忙しすぎたのかもしれませんね。兄弟は妹さんがお一人いらっしゃるようです。斉藤智子さん、小学校6年生の時にとても辛い経験をされています。母親を癌で失っているのです。これが人生の転機を呼び込むことになったのです。というのも、芸能界に入った理由がなんと、そんな自分と同じ境遇の家庭をテーマにしたドラマ微笑みを見て感激し、それがきっかけで芸能界に飛び込んだのです。斉藤智子さん、役どころとは裏腹に優等生というよりは、どちらかといえば型破りな感じで思い込みが激しいタイプみたいです。しかしそれ以降も順調だったとはいえ、これといった作品に出会わず、25歳の時に突然結婚、しかも倍以上の年の差婚で、むしろこれで世間をあっと言わせることに。そのお相手とは喜劇俳優の芦屋小雁さん。当時53歳でしたから、なんとも失礼ですが、どこが良かったのという感じで当時は見た覚えがあります。このことはマスコミも所属事務所も同じ芝居仲間ですら知らなかったとか。馴れ初めは舞台の共演がきっかけだそうで、出会った時芦屋小雁さんには17年間にわたって別居中の妻がいたといいます。しかも息子が2人もいたそうで、正式離婚した後での結婚だったとはいえ、微妙な感じではありました。しかし何でよりによって、記者会見の時斉藤さんは、年の差がどうのこうのより、こんな人に会えたのが嬉しい、どうしてもこの人と一緒に歩きたいと思いました、若い少年みたいな人です、とても優しく温かい人と言っていたのが、どうしても理解できませんでした。そして一男一女を設けたのですが、1995年わずか8年足らずの結婚生活にピリオドを打つことに。2人の子供は斉藤さんが引き取り、女手一つで育てたようです。現在2人のお子さんは、長女は芸能裏方セールスをされていて、長男は警察官をされているそうです。一方芦屋小雁さんは離婚した翌年に30歳年下の女性と再婚されて、京都で小雁亭ふわふわを営まれているとかですが、現在小雁さんは認知症が急激に進行しているとのことです。とにもかくにも離婚の理由がユニークでして、まあ人気喜劇俳優だった小雁さんが多忙であったことに加えて、ホラー映画マニアで深夜まで見続ける毎日のために、家族とすれ違いが多かったというのが理由なんだそうです。考えられない理由ではありますが、
ホラー、SF マニアの小雁さん、その半端なさといったら、テレビ局からフィルム貸し出しの、依頼が来るほどのコレクションだったとか。さすがに、斉藤さんも黙っておれず、小雁さんはコレクションの大半を、泣く泣く処分をさせられたそうですが、離婚後も、そのことを大変悔やんでいったそうです。しかし、こんな嘘のような理由だったとは。マスコミからは当時、ホラー離婚と呼ばれていました。さて、斉藤智子さんは38歳の時、高校中退だったために、大学入学資格検定受験を経て、東洋大学社会学部社会福祉学科に合格。同大大学院社会学研究科、福祉社会システム専攻修了されています。高校中退はされたものの、やはり頭は良かったんですね。現在は、神話女子大学客員教授として講演なども行っています。それまでも女優業の傍ら、週2日デイサービスの仕事をされていて、原爆症等症患者の支援活動もされて、生き生きと活動されているようです。しかし、当時のあの清楚な笑顔の少女からは、想像ができないほど、実際の姿とのギャップには、本当に驚かざるを得ませんでした。特報、よろずやチャンネルさんへ。今回は、かぶった企画になり、誠に申し訳ございません。全く同じタイミングで作成していました。以前、リニューアル前のこのチャンネルでも、この企画はやっていたのですが、今回復活させるため、このようになってしまいました。平にご容赦願います。ごめんなさい。さて、いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は、斉藤智子さん、見た目とは違って、実際は結構大胆に思い切りよく行動される方なんだなと思いました。とはいえ、シングルマザーでありながら、大学院まで出られて、自身の夢をしっかりと実現させるなんて、本当に素晴らしい女性だなと思いました。まだまだとてもお綺麗ですので、できればもう一度当時の仲間とドラマに出てもらいたいなと思っています。本当にお元気で、これからも頑張っていただきたいと思っています。斉藤智子さん、これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。